有機化学において、結句不正アリル化は、アルデヒドへのアリル元の嗅覚負荷を含む化学反応である。触媒はチタンをルイス酸として含むキラル作体である。触媒のキラリティが立体選択的負荷を誘導するため、生成物の二級アルコールは触媒の選択に基づいて予測可能な絶対配置を持つ。この人命反応はゲイリーケックに由来する。 バイノルの異性体、ケック不セアリル化は、グロエスパーニー、エポチロン A、スポンジスタチンの CD サブユニット、リゾキシンの C10C20 サブユニットを含む天然、ものの合成に、数多く応用されている。ケックアリル化は、フォーバーキシゾールやブリオスタチンーチといった、天然ものに多く見られる部分である、チカンテトラヒドロピランを、エナンチを選択的に形成するためにも利用されている。 エミーリオ・タリア・ビーニやミカミ・コウイチのグループも、ケックのグループと同年に、TI バイノル作体を用いたこの反応の触媒を報告したものの、ケックの論文は、エナンチオ選択性及び、ジアステレオ選択性がより高く、ミカミの手順のように4オングストロームモレキュラーシーブスの使用やタリア・ビーニの手順のように過剰のバイノルを必要としなかった。 立体選択性と触媒調整の単純さでの、ケックの初期の成功は、その他のバイノルの構造アナログの開発や、反応速度を上げるための化学量論的添加剤の使用、痴ス鈴級拡剤を含む反応範囲の拡大を含む反応設計における多くの改善をもたらした。このアリル化の機構は、完全には分かっていないが、ニハイバイノル TI 作体によるアルデヒドの 活性化とそれに続くアルデヒドへのアリルハイイシの負荷、トリブチルスズの除去、トランスメタル化による TI 削体の再生を含む触媒サイクルが提唱されている。ケックアリル化反応の触媒サイクルケックによって行われ、ファーラーラによって追求された研究は、生成物のエナンチョーマージュンドとバイノルのエナンチョーマージュンドとの相互関係を示す性の非線形効果が示されている。 これらの観察は、二両体メソマイナスキラル触媒が、ホモキラル二両体よりも活性が低いことを意味しており、これによって観察されたキラル増幅がもたらされる。コーリーの触媒結合の立体化学モデルコーリーらは、この変換の絶対立体化学を説明する CHO 水素結合モデルを作った。類似のバイノル DI 削体を用いた不正アリル化を行っていたタリア B2 グループは、 様々なエナンチオ純粋な痴漢ビナフチル配イ,イシの合成によって初期の成功に続いた。これらの痴漢ビナフチルで最も成功したものは DI2CL2 作体を用いたアルデヒドへのアリールトリブチルスズの負荷においてエナンチオマーカ上率92%の生成物を与えた。タリアビーニグループ ベンジロキシモトを持つチカンバイノルハイコブレナグループは新しいバイノルアナログを開発した。このアナログはかなり簡単にエナンチオマーに分割して立体選択的結クアリル化のための不正補助器として使用することができ一部の例ではバイノルを用いたアリル化よりも最大4%までエナンチオマー過剰率が向上した。加えて開発された補助器も 古典的バイノルと同様に NLE を示した。ブレナグループ、バイノル誘導体ファーラーのグループは、キラル秘毒戦略における、主席酸ジーソプロピルの使用を開発した。主席酸、ジーソプロピル、ラセミバイノル、TI4、ベンズアルデヒド、アリールトリブチルスズを使って、最大91%のエナンチオマー過剰率が得られた。吉田グループ、 バイノル由来の高分子、吉田純一らは均一で、容易に回収可能な触媒系として働く、デンドリマービナフトール類を開発し、それらが、ケックのアリル過剰系を用いた、ホモアリルアルコールの形成に適していることを明らかに、した。丸岡刑事と、キーサト氏は、エナンチオマー過剰率を向上させるために、ルイスさんと、アルデヒドとの間の MO 結合回転を、 制限することを目指して、アルデヒドのアリル化のための二点肺異型 TI バイノル、肺異子を開発した。この二点肺異型肺異子は二つのチタン、バイノル、方向属ジアミンを含み、最大99%のエナンチオマー過剰率を与えた。向上した立体選択性は二つのチタンからのカルボニルの二重活性化から来ていると提案されており、この仮説は2、 6ガンマピロン基質に関する 13CNMR 及び IR 分光学的研究によって指示されている。MO 回転が制限されているという、最も説得力のある証拠は、トランスクリプションマイナス4メトキシマイナス3部点マイナス2オンの a NMR 研究から来ている。有利、エノン及びタンザ TI と作体を作った、エノン中のメロキシビニルプロトンの放射は、 S エッシスおよび S トランスクリプションハイザを示しているのに対して2点ハイ型 TI 作体中のエノンの放射は主に S トランスクリプションハイザを示している。2003年、このグループはこの2点ハイ型触媒を用いてアリル化戦略をケトンへと拡張した。チオールが関与する反応スキームこのアリル化反応における2つの鍵となる段階は アリル断片中の SNCE 結合の切断と TI 触媒の再生を促進するための O,SN 結合の形成である。ユチャンモラはこれらの段階を共に促進するアルキルチオシラン促進剤を開発した。この促進剤は同時に反応速度を上昇させ、必要な触媒使用量を低減した。ベンツアルデヒドとアリルトリブチルスズのカップリングは10。 モルパーセントのバイノル TI 触媒を使用して、ホモアリルアルコールを、修率91%、エナンチオマー過剰率97%で与えたが、このアルキルチオシランを添加することで、わずか5モルパーセントの触媒で、修率80%、エナンチオマー過剰率95%が得られた。痴漢、ケックアリル化の反応スキームブルックナーとアイガンドは1996年に、 このアリル化科学の使用複素感を含むベータチカンスタンナニエと拡張した。ありがとうございます。